こんにちは、速稼塾の久保です。花よりもさんね、やっぱり悪い老け方をしないようにしないといけないかなと。年齢層の人格を持つことと、あとね、やっぱりこう若い世代の話題とかアイテムに、やっぱり敏感であることね、これは大事だと思うんですよ。よくね、年齢層の振る舞いをするっていうところに10代20代が楽しんでるものを自分では取り入れないっていうふうに思っちゃう人がいますけども、これはちょっと違うんですよ。やっぱり今話題の芸能人とかね、10代の方が何に悩んでいるのかってこと、それを考えてあげるのってやっぱすごく大事で、やっぱ分からずやんなっちゃいけないかなと思うんですよ。いわゆる老害ってやつですね。まあ、私も老害と呼ばれる年齢に入ってきたんで、本当にですね、新しいものが出てきたら、例えばあれですよね、ピクルスじゃねえ、なんかありましたよね、忘れた、タピオカジュースか、タピオカジュースだって、ああいうの若いやつが飲むやつだら俺は番茶でいいよじゃなくって、あ、タピオカってのがあるんだと、それはどういうふうに、美味しいんだろうとかね、どんな種類があるんだろう、どこに売ってるんだろう、今どうしたんだろうみたいなことね、やっぱこう移り変わるようなね、タピオカみたいな移り変わるものっていうのをどんどんくる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 、やっぱり私たちとしては捉えていかないといけないし、そこに排除するんじゃなくて一定の理解を示さないと本当に腐っていくんだろうなと私は思いますね。そういう意味でも未来のために、10代20代が将来のためにオーディションを受けるっていうところに、もう将来は今だよみたいなね、私みたいな年代が受けていくっていうのは、これなかなか面白いんじゃないかなと思うんですよ。少なくとも会場では誰あのおっさんみたいに思われると思うんですよね。しかももしかしたら年取ってるからうまいんじゃないのって言ったらうまくないみたいなね、ほんと全てを裏を書いていくみたいなことでやっていければ面白いんじゃないかなと思うんですよ。全てが私の人生であり、私の持ち物ですからね。恥をかくのも私だけの特権ですからね、どんどん恥かいてやりますよ。ということでね、いろいろとお話したんですけども、私はね、ここでね、ちょっとね、最近のニュースからピックアップしたい話題があるんですよ。それはですね、性犯罪です。特に学校教員による生徒への性犯罪ですね。同じ学校の生徒に対してのもあるし、学校の教員ね、50代60代になって他の学校の生徒さんとね、中学生みたいなのとなんか炎上交際しちゃったみたいなね、ホテルでお金を渡してみだるな猥褻な行為をしましたみたいなのが毎日のようにヤフーニュースに上がってくるんですけども、これは、ね、軽蔑すべきことだと思うんですよ、果たして。しかしね、同時にですね、こうも思ってるんですよ。40代50代60代になって10代のね、ローティーンですよ、13歳14歳の女の子をホテルに連れ込める、そのコミュニケーション能力ってのはどうなってるんだと思いましたよね。これはね、これだけを取り入れ出したらすごいなと。悪用するような人格があっちゃいけないけど、それこそ年齢に応じた人格を身につけないとこうなっちゃうんですけども、やっぱりね、だってまずは気持ち悪がってコンタクト取ってくれないじゃないですか。で、私やったことないけども、そう思うんですよ。でも13歳14歳の女の子が見ず知らずのね、スマートフォンの向こうにいる50代60代の男性に信頼を寄せて会いに行くわけでしょ。しかもホテルまで行くわけでしょ。何をするのか意味が分かってるわけですよ。これはね、なんかけしからんことだけども、だけど片方ではすごいコミュニケーション能力だなと。まさに他者感情に入り込むのがね、上手な人だなとも思うんですよ。それを悪用しちゃダメですよ。悪用しちゃダメなんだけども、それをまんまとね、自分の欲望に乗せていく、これはね、相当なナンパ師より上なんですよ、腕が。しかもそういう人って大体見た目が悪いんですよね。大体ね、なんであいつが中学生とか高校生とそんなことやってんだよみたいな、女の子にはお前分別はないのかって思うぐらい、まあ、武男が多いわけですよ。まあ、モテないからそうなっちゃうんだと思いますけども、まあ、私もモテない人間の代表としてね、同じ気持ちですけども、いや、これはこじれてるなと思いましたね。ちょっとぐちゃぐちゃ申し上げましたけども、切り分けて考えないといけないのは、年齢に応じたね、人格分別を持つこと、そしてもう一つは、自分の年齢とかじゃなくて、やっぱり若い人の心とか敏感な、それで移り変わる精神に寄り添えることだと思うんですよ。これを切り分けて2つ持っとかないと、悪い年の取り方すると思うんですよね。まさにこれが合体しちゃうと、その類まれなるコミュニケーション能力と他者に寄り添う、若い人に寄り添う心を持ってですね、性犯罪行っちゃうみたいなね、なんかね、そういうのに使っちゃちょっと危ないんだけども、だけども、若い心に寄り添うためには、自分の年齢とは別にですね、若さにきちんと理解を示すってことは重要なんではないかなと思いますよね。まあ、それが年の瀬恋愛っていうものにもやっぱり生きてくると思いますしね。だからね、性犯罪が落としどころになるのは私もね、感心しないんですけども、ただやっぱりね、私もね、例がないわけじゃないんですよ。若い女の子と車でデートしていて職質受けるみたいなね、
親子ですかって聞かれて、違うよって言うからね、ちょっと最近は性犯罪が多いんでとか言って、警察官の方がね、いろいろ聞いてくるわけですよ。したらこっちの座ってる女の子も面白がって、助けてくださいとか言うんですよ、ニヤニヤしながらもう本当にね、もうどうしようもないですね、だから結局年の瀬恋愛は一歩間違えたら犯罪だよというね、オチでよろしいでしょうか。今回はいってらっしゃい。